自粛で家で暇している人も、多いと思うので、ファッションチェックなんかをやってみようと思います。まずはこの誰もが知ってる、超有名なハリウッド映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」の、バック・トゥ・ザ・フューチャーといえばロバート・ゼミキス監督とスピルバーグのタッグを組んだ1985年に大ヒットした。主人公のこのマーティが、このドク・ブラウン博士と一緒に、デロリアンという、改造したスポーツカーで、博士の持っているデロリアンという改造したスポーツカーで、未来や過去に、行ってしまうという、超メガヒットの映画で、この第1作目で、この主人公のマーティが、マイケル・ J・ フォックスが着ているこの衣装、ファッション、ちょっとこれ、これが、この1のこの時点では、何色だろう、このえんじのベストに赤いのか、これ赤のベストに、ネイルシャツ調のジーパンに、ナイキのスニーカー、コルテっつうかな、これなんだろう、ナイキのスニーカーで、このファッションは釣りバカ日誌なんですよ。バック・トゥ・ザ・フューチャーが1985年で、釣りバカ日誌の映画は調べると88年が1作目、ほんでその前から漫画があるので、だから、このスピルバーグか、もしくは監督のロバート・ゼメキスが、釣りバカ日誌のコミックを、愛読していた可能性が非常に高い。新宿に昔からこの三平ストアっていう靖国通りにあって、紳士服というか、おっちゃんたちが好む、店があって、安い紳士服の。この店の前なんかによくワンカップ片手にマーティーみたいなのがいっぱいいたんですよ。で、この映画の2からは、設定が未来なので、このね、マーティーが着てるジャンパーだったり、キャップだったり、履いてるナイキの靴なんかが、非常に近未来バージョンに、かっこよく進化するんだけども、やっぱりこの、ちょっとこの、ワークマンに売られてるジャンパーというか、なので、マーティに関しては、すごい親しみのある、昔から日本にいる、馴染みのあるファッションです。で、このドク・ブラウン博士に関しては、この人はすごい作業が多いんだよ。作ったり、発明家なので、なので、いつも汚れていいようなものだったり、つなぎ、じ、あるいは自動車整備士のなんかが着るような、つなぎ風の、ものを常に着ていると。ただこの2になると、突然マックのキモいやつみたいになるんですよ。もしくはそらジロー。で、今度はビフとその一味、ビフの一味。ビフはね、マーティの学生時代からの犬猿の仲というか宿敵で、いじめっ子なんですよ。ただこの作品には必要不可欠で、これは2のビフだね。ちょっと未来のいじめ。でもパッと見統一感もあって、モード系というか、中にメッシュのなんか着て、素材不明のカーキのジャンパーに、謎の被り物。よくよく見ると、こいつらに近いのかな、この腐れ片びらというか。もしくは忍者。これコルクハンかぶってんの。これコルクハンだわ。いかがだったでしょうか。こんな感じでね、ちょいちょいファッションチェックもやっていこうと思います。